ガラス。おいしい。北海道日の出。ダメじゃん。いただきます。いただきます。俺がどのようなさ、昼飯を食べてるかって嫁に伝えたらさ、うん、俺が愛妻、ね、ダイエットにされるよね。あ、愛妻弁当ですか。愛妻弁当です。あ、いいっすね。これ米ないです。あ、米なし？米なしです。やば。コールスローが組む代わりだ。そう。やば。結構野菜野菜。これ卵。凝縮された盛りと。で、鶏肉だしかも、うん、うわー、なるほどね。え、その毎回ラーメンばっか食ってるから怒られた。怒られた。え、健康診断とかは大丈夫なんですか。健康診断全然大丈夫。本日は肥満ですねって。半分にしとこう。やめとくの。もうなんかカロリーを感じてる。カロリー感じる。どんどん今脂肪になってるから。やばい。チョコだったから。いやだって昨日だってロールケーキもなんかちょっとやばいかもと思ってやめたって言ってる人間が確かにここで一口食ったらカロリー感じるよなって感じだ。感じたわ。全然お腹壊すもん。まあ、でもなんかその山岡屋のさ、まあ、そういう油とかさ、あの美味しさとかも匂いとかはもうさ、こうもう慣らしていくもんだよね。慣らしていく作業で。相変わらず臭いけどね。臭い臭い。あの臭いって言ってる顔が違うんだよ。そうと確かに。臭いから。違う。臭い。臭いなおい。おいどこにあんだおい。あったあったみたいな。なんか嗅ぎつけるよ、ね。嗅ぎつける。わかる。100メートル以内にあるってわかる。匂い。わかるわかる。一回どこだか、あの山岡屋の近くに。うん、でその近くに丸亀製麺があった。うん、でまず目に入ったのは丸亀とか。丸亀行こうと思って降りたら山岡に入社あ、みたいな。お山岡あるぞ。どこだどこだ。あったあったあった。すごい。しかもさ、全然違うじゃん、そのもう丸亀と多分カロリー量が。そう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 、麺の細ぐらい似てんの。確かに。オープン。自分のスタンバイフェーズ時にサイコロ1回振るぜ。相手モンスターカードゾーンを右から1から5。聞きたくないよ何もかも。 I know I know I know Yeah 全部勘違いかもってまた塗ること言ってごまかそうとしてま下まで寝れない。また大人に近づくなんて知らずにこの夜に一つ失う I love you。 眠れない雑誌にも掲載も連載もされて